アイダホ州の歴史では、主にアメリカ合衆国アイダホ州となった地域にヨーロッパ人が到着してからの人類の歴史と社会活動を外説する。地理的には太平洋岸北西部すなわちアメリカ合衆国とカナダの西海岸近くにある。その他関連がある地域としてアラスカ州南部、ブリティッシュ、コロンビア州、ワシントン州、オレゴン州の全部、モンタナ州西部及び カリフォルニア州とネバダ州の北部がある。アイダホ州となった地域には14,500年間人類が住んだ可能性がある。ツイホールズ近くのウィルソンバット洞窟で行われた1959年の発掘で北アメリカでは最古の人工物と同底される矢尻を含み人間の活動の証拠が出てきた。有史時代にこの地域を支配したアメリカ州の先住民族としては、 北部のネズパース族とコーダリーン族、南部の北部諸小二族と西部諸小二族及びバノック族がいた。アイダホは50州の中でヨーロッパ人に探検されたことでは最後の地域となった。1805年8月12日、ルイス・クラーク探検隊がレミ峠から現在のアイダホに入った。南部アイダホに入った。 最初の探検隊は1811年と1812年のウィルソン・プライス・ハントに導かれた集団と考えられており、水入り州セントルイスからオレゴン州アストリアまで全て水路で西方への道を切り開こうとした時にスネーク川を遡ったものだった。当時約8000人の先住民族がこの地域に住んでいた。この地域に初期に侵入した。 ヨーロッパ人にとって毛皮交易が重要な意味を持っていた。ミズーリー毛皮会社のアンドリュー・ヘンリーが1810年に初めてスネーク川に入った。現在のセントアンソニー近く、スネーク川上流にあるヘンリーズ・フォークにヘンリートリデを作った。しかし、ロッキー山脈から西の最初のアメリカ人毛皮交易基地は翌春には放棄された。 イギリスが所有するハドソン湾会社が次にアイダホに入った。1820年代までにハドソン湾会社はスネーク川地域の交易を支配し、アメリカ人交易業者の最善の努力はあったものの、1850年代半ばのビーバー市場の失墜までハドソン湾会社が独占を続けた。アメリカ人ウィリアム・ H ・アシュレート・ジェデット・アイア・スミスが、 セントルイスの毛川交易を1824年にアイダホまで広げた。1832年、現在のティトン郡にあるスリーティトンの麓で、ピエールズホールの罠漁師の集会が開催された。この後に、グロバントル族と同盟するネズパース族や、フラットヘッドインディアンに助けられたアメリカ人罠漁師の大集団との間に激しい戦闘が起こった。 選挙の仕事がこの地域に初期開拓者を引きつけた。1809年、アイダホでは初の白人が所有する施設で初の公益拠点であるカリスペルハウスが建設された。1836年、ヘンリー・エイチ・スポルディングがラップウェイ近くに選挙所を作り、そこで北西部では初の本を印刷し、アイダホで初の学校を設立し、 初の灌え設備を発展させ、また地域では初のジャガイモを育てた。ナーシサ・ホイットマウンとエリザ・ハート・スポルディングはアイガホに入った最初の非戦住民女性だった。アイガホでは最古の残存建築物、カタルド宣教所は1848年から1853年の間にコーダリーン族とカトリック宣教団によってカタルドに建設された。 カタルド伝道諸国の機関、アイガホ地域は、オレゴンカントリーと呼ばれる、ジ地下領土の一部であり、アメリカ合衆国とイギリスの両方が領有を主張していた。アメリカ合衆国は1846年のオレゴン条約でこの地域の明白な司法権を獲得した。1848年のオレゴン準州の初期教会は、現在の太平洋岸北西部3州全部と東は、 大陸分水海まで広がっていた。1853年北緯46度線から北の地域はワシントン巡州となり、現在のアイダホは二つに分かれた。1859年オレゴンが州になり、ワシントン巡州の境界線が引き直された後で、アイダホはまた一つになった。オレゴントレールを通って何千という人々がアイダホを通過し、 あるいは1849年のカリフォルニアゴールドラッシュの時もアイダホに定着する人は少なかった。1860年アイダホであった数回のゴールドラッシュの最初のものが現在のクリアウォーター軍ティアスで始まった。1862年までに北部南部ともに開拓地は鉱山ブームに沸いた。アイダホで初の組織化された町はフランクリンであり、モルモン開拓者がそこは ユタン州内だと思い込んで1860年4月に入植したところだった。後の測量調査で彼らは実際に教会を超えていたことが分かった。モルモン開拓者はアイバホ南東部で歴史あるまた現代の地域社会の大半を設立し続け、現在のワイオミング州グランドティトン国立公園近くの地域まで達した。ポーランド人は東欧での聖教会や、 地域的過闘性政治による弾圧の結果として19世紀後半にアイダホに移住してきた。この集団の主要な入植地はモンタナ州南部、ワイオミング州西部及びスネーク川平原だった。アイルランド人はジャガイモ基金の後で北、アメリカに移民し、そのあるものは農業に適した土地を求めて西に移ってきた。多くのものはモンタナやアイダホ南部で止まった。 この地域にはカトリック教会がすでにあったので多くのアイルランド人カトリック教徒はボイシやグレートホールズに入植した。ルイス・クラーク探検隊で太平洋に向かった時のヘルパー、ヨークが間ダホに入った最初のアフリカ系アメリカ人と記録された。現在は奴隷制廃止後に西部に来た者たちでかなりの数のアフリカ系アメリカ人がいる。多くは ポカテロ近くに入植し、牧夫、芸人、及び農夫になった。解放されたとは言っても多くの黒人は20世紀初期から半ばまで人種差別を味わった。現在でも黒人人口は増え続けており、多くは教育の機会、軍隊での任務及びその他の雇用機会を求めてやってきている。ボイシニワがあり、州内初期アフリカ系アメリカ人を記録にどめる、見えない、 アイバホ人と呼ばれる展示がある。2000年の国勢調査によれば、アイバホ州ではアフリカ系アメリカ人が4番目に大きな民族となっている。マウンテンホーム、ボイシお及びガーデンシティにはかなりのアフリカ系アメリカ人が住んでいる。スペインのイベリア半島や南フランスから来たバスク人はヨーロッパでは伝統的な羊飼いだった。彼らはアイバホに来て、 機械と引き換えに厳しい仕事や忍耐を提供した。アメリカでも最大のバスク人社会はボイシにある。バスク博物館もあり、市内では毎年祭りが開催される。1800年代中頃の中国系アメリカ人はサンフランシスコを経由して鉄道や屋外の仕事をするためにやってきた。彼らは中国系移民の権利と機会を制限することを 求めた反中国人同盟のために人種差別を味わった。今日アジア人の人口は白人とヒスパニックに次いで3番目に多い。1880年代の中国人は、域内人口の33%に達した。アイダホ準州省1866から1890、1863年3月4日、エイブラハムリンカーン大統領は、 ワシントン準州とダコタ準州から切り取って、アイダホ準州を創設し、その州都をルイストンとする法律に署名した。当初のアイダホ準州領域には後に、アイダホ州、モンタナ州及び、ワイオミング州になる地域の大半を含んでおり、人口は1万7000人に満たなかった。アイダホ準州は1868年に、現在の州の領域となり、1890年に、 州昇格を認められた。1890年7月3日、ベンジャミン・ハリソン大統領がアイダホをアメリカ合衆国の州として認める法律に署名した時、人口は88,548人だった。ジョージ・エル・シャウプが初代知事となったが、合衆国上院議員になるためにわずか数週間で知事を辞めた。アイダホ州が州となった最初の年に、 コーダリーンの鉱山地区で労働者の暴動が起こった。1892年、甲府たちはストライキを呼びかけ、組合甲府と会社の警備員との間の銃撃戦に発展した。どちらの側も相手が先に発砲したと告発した。最初の銃撃は、ウォレスの北と東にあたるバークキャニオンにある、フリスコのフリスコ鉱山で起こった。フリスコ鉱山は爆破され会社の警備員が捕獲された。 暴力沙汰は近くの地域社会であるジェムに及び、そこでは組合交付が組合に潜入し情報を鉱山経営者に流したピンカー・アートン探偵者のスパイを突き止めようとした。しかし代理人のチャーリー・シリンゴは自分の部屋の床に穴を開けて逃亡した。ストライキ参加者はジェム鉱山を閉鎖させ、続いて西のウォードナーに近いバンカーヒル工業複合施設に移動し、 その施設も閉鎖した。バークキャニオンでは数人が殺された。間補修兵隊と連邦軍が地域に派遣され、組合交付とその同庁舎が留置場に放り込まれた。1899年に再度バンカーヒル施設で敵対関係が吹き上がり、この時は組合交付17人が組合に参加したことで首になった。その他の組合交付は、 一律に給与を下げられ、立ち去るように命じられた。怒った組合員は、地域で結集し、バンカーヒル鉱山を爆破し、会社員二人を殺した。どちらの紛争でも、組合の苦情は給与、労働時間、交付が組合に参加する権利、及び鉱山所有者が、密告者や覆面捜査員を使ったことが問題だった。組合交付が行った。 暴力沙汰は1892年と1899年に残酷な形でお返しされた。西部交付連盟を通じて鉱山地区での戦闘はコロラド州での大きな交付のストライキに密接に結びつけられるようになった。闘争は1905年12月に山場を迎え、西部交付連盟の会員ハリー・オーチャードによって元知事フランクス・トイネンバーグが暗殺された。 オーチャードは、ストイネンバーグ知事が、労働者寄りの高流で選出された後で1899年のストライキを破らせたことで、憤き通っていたと言われている。ピンカー・アートンの探偵、ジェームズ・マクパーランドが暗殺の調査を行った。1907年、西部高フレンメイの財務担当者ビッグビル、ヘイウッドと、その他二人の指導者が、ストイネンバーグ殺害に対する凶暴で告発され、 オーチャードがマクパーランドとの裏取引で彼らに不利な証言を行った。全国に報道された裁判では合衆国上院議員のウィリアム・イ、e、ー・ボラーが検察官となり、クラレンス・ダローが被告の弁護を行った。弁護人団はオーチャードがピンカートンのエージェントであり、クリップル・クリーク鉱山所有者協会のために報酬をもらう密告者として行動したという証拠を提出した。 ダローは、オーチャードの真の暗殺動機は、ストイネンバーグによる、戒厳令宣言に対する報復であるとし、オーチャードはそうならなければ、金持ちになったであろう、ハーキュールズ鉱山の株を吸ってしまうことになった、と主張した。西部交付連盟のうち二人は二つの別々の、裁判で無罪となり、三人目も釈放された。オーチャードは、有罪とされ、死刑を宣告された。 その刑は減刑され、生涯の残りをアイダホの刑務所で過ごした。アイダホの工業は大きな儲かる事業であり、アイダホに大きな注意を引き寄せた。1860年から1866年、アイダホでは合衆国で生産される金の19%を算出し、その量は250万オンスとなった。 アイダホの工業生産の大半は1890年から1969年のものであり、最高見積もり額では28億8000万ドルから34億2000万ドルに相当する金属から得られた。アイダホの金属鉱山地域の中でもコ田ダリン地区の生産量が飛び抜けており、アイダホ州で生産された総量約80%に相当している。 工業地域その他のいくつか、ボイシボンチ、ウッド川渓谷、スティブナイト、ブラックバード及びウイヒーの鉱山は、他の大きな生産地のはるか上にある。アトランタ、ベア渓谷、ベイホース、フロレンス、ギルモア、マッケイ、パターソン及びヤンキーホークは、すべて、1000万内0 0 0万ドルに達し、エルクシティ、リーズバーグ、ピアス、ロッキーバー及び、ウォーレンの鉱山は、 アイダホの主要工業地域の残りを形成し、減給に値する60カッソコラの鉱山の生産量を上回っている。多くの小さな鉱山は、アイダホの金属鉱山地域のリストには現れない。少量の金がサーモンミードーのグーズクリークで回収された。クリーブランド近くの鉱山は1922年に調査され1926年に少量のマンガンを産出した。 スートンの銅がポートホールから算出され、さらにスートンがモンペリエ近くの鉱山から算出した。同様に、スートンの鉛はベアレーク近くの鉱山から算出し、銀の埋蔵がエルバ近くのカシアクリークで知られている。含む、カネイシエ脈や銀脈がエルク川のニッシルビークリークにあり、ウィンチェスター近くのディアクリークでは、わずかな銅が開発されている。 モリブデンは、ロアリング川とサーモン、川東支流で知られている。他に、小さな工業事業が、ソルディア山周辺とモンターの北、スコークリークで行われてきた。アイダホ州は19世紀予測から20世紀初めに、かけての進歩主義についてはより需要力の高い州の、一つだった。女性参政権や、禁止法のような進歩的政策は、連邦法になる前に取り入れてきた。 アイダホ人は銀の自由鋳造を強く支持した。1890年代後半の副本位制を提唱する人民党や銀本位共和党が特に州内で支持を得た。全員が女性の測量隊ミニトカプロジェクト1918年州昇格後、アイダホの経済の中心は特に南部で徐々に工業から農業に移った。シルバーシティや ロッキーバーのような古い鉱山町は、終章覚悟に町になった農業中心の地域社会、例えばナンパやツインホールズの工人を廃した。スネーク川のミルナーダムが1905年に完成し、以前はほとんど人が住んでいなかったマジック渓谷にも多くの農業社会ができるようになった。一方、工業町のいくつかはリゾート地域として生まれ変わった。最も顕著な例は、 ブレイン軍であり、1936年にサンバレースキー場が開設された。その他のシルバーシティやロッキーバーはゴーストタウンになった。州北部ではさらに数十年間工業が重要な産業であり続けた。1980年代初期に、初小二軍のバンカーヒル、ミル複合施設が閉鎖し、地域の経済を深刻な賃貸状態に追いやった。その時、 以来、アイダホ州北部での観光産業の実質的な流星で地域を回復に向かわせた。湖の側のリゾートタウン、コーダリーンは地域の観光客の目的地になっている。1980年代から北アイダホでは極右勢力や生存主義者政治集団が勢力を伸ばしており、特に顕著なものはネオナチの見解を持っているアーリア民族軍だった。 これらの集団は、州のパンハンドル地域、特にコーダリーインの近辺に集中していた。アイダホ州は、政治的には、保守的だが、その住民の大半は、そのようなイデオロギーを拒絶している。1992年、アイダホ州北部の小さな町ネープルズに近いルビーリッチで、連邦保安官、FBI と白人分離主義者で、アーリア民族軍に参加していたランディ・ウィーバーと、 その家族の間に紛争が起こった。銃撃戦と連邦保安官の死に続いて、ウィーバーの息子と妻が国民の注目を集め、そのような状況で連邦制が権力を行使することについて、かなりの量の議論を読んだ。2001年、ハイデンコに位置していたアーリア民族軍施設が裁判の結果差し押さえられ、組織はアイバ州から出ていった。同じ頃、 ボイッシュ氏は、アンネ・フランクの銅像を飾り、彼女や、その他多くの著作家の人間の自由や平等を称える、印象的な石像人権記念碑を建立した。最近の世論調査では、アイガホの市民は異なった文化や、民族性の人々を受け入れる傾向にある。ネバダ核実験場で行われた、大気圏内核実験に金する、人口当たり要素131工場線占領。 異常発生数アイダホ州は1950年代と1960年代にネバダ核実験場で行われた核実験に起因する死の灰が降った州の一つである。連邦政府が発行した報告書では、これら実験の結果として多くのアイダホ住民が被災し今も苦しんでいることを示している。2007年9月現在、連邦議会は犠牲者に対する保障努力を続けている。 ありがとうございます。